台湾総督府鉄道は日本統治時代の台湾総督府交通局鉄道部が経営した鉄道である国定戸籍に指定された鉄道部庁舎1928年に台湾総督府交通局が台湾日日新報に掲載した観光地図台湾総督府鉄道沿線の主要な都市や町の位置及び台湾八景と十二名称が中期されている 日清戦争の結果、日本が台湾を占領すると、新庁が建設、運営していた全代鉄路省無双局鉄道を接収し、日本軍の軍用列車が運転を開始した。1895年8月台湾総督、河山助則は台湾を南北に縦貫する 322km の鉄道の建設を政府に働きかけた。まず民間が反応し、渡辺仁吉、 横山マゴイ大倉木八郎らが引き受けようとしたが成功しなかった。続いて、岡部長本、安場保もつわが1896年5月台湾鉄道会社を発起し、南北住間鉄道建設を請願し、政府もこれを許可したが、株式募集は進展しなかった。総督府、後藤新平民政長官は、鉄道建設が民間会社では不可能と認識し、 1899年3月、台湾事業交際法を発布して、鉄道布設のための交際を募集するとともに、10か年に880万円の鉄道国有計画として確定した。直ちに季節線の改良と建設工事が始まり、1908年キールン、高尾岸で全通した台湾総督府鉄道の営業収支は、 当初10年間の赤字が予想されたが、実際には1899年から3年間に、とどまり、以後大幅な黒字を計上し、台湾総督府の歳入の10の20%を占めた。1899年には、総督府の交通局に鉄道部が設けられ、鉄道経営の基礎が確立された。また、台湾東東部にも台東線を敷設し、台湾の近代化と、 地域開発の原動力となった台湾総督府鉄道の営業収入の過半は貨物輸送によるものであった。主要貨物は砂糖、米、石炭、木材、肥料の5品目であり、1913年貨物、総輸送量の50%を占めた。とりわけ砂糖、米、石炭が三大貨物であった。台湾総督府鉄道は貨物運賃政策によりこれらの貨物の吸収に、 務めた。砂糖、米、石炭、食塩、肥料等は、総督府の産業育成策あるいは、食産工業政策に応し当初の運賃の半額になった。この低運賃政策は、土着の輸送業を破壊しつつ、鉄道への休暇を促進した。交通局鉄道部の他にも、営林所による、有山線や製党会社の専用線や、私鉄線なども存在していた。 1930年代の総督府交通局、鉄道部1939年時点1939年、時点1939年時点2010年に、国定戸籍に指定され、修復作業が行われている。台湾映画、これ以外少年殺人事件のロケ地としても使用された。岩波講座近代日本と植民地植民地化と産業化初集、高橋康隆。 植民地の鉄道と海運文化史、古安遊覧大湾総ただ市府鉄道部国家文化、遺産資料庫管理系統、中華民国文化部、ありがとうございます。